さあ今日はゆぞうくんとのボール遊びということで巨人の星スタートでやっていきましょう。まあね、飼い主ペー巨人の星全く分かんないんですけどなんとなくやってみました。それでは今日の動画やっていきましょう。今日の動画はね、タイトルにもあった通り、どうしても遊んでほしいのに飼い主にボールを渡せない、そんな犬の葛藤を描いたピースフルな動画となっておりますので、どうかどうか最後までお楽しみください。それでは今日の動画レッツゴー。さっきからずっと遊んでほしいのに渡せない犬のゆずおくん、とっても可愛いですね。飼い主の手元まで持ってきたのに、どうしても渡すことはできないみたいです。ほら、遊んでほしくてしょうがないのに、どうしても渡せないかわいい見てください、この眼差し。これ絶対遊んでほしいんですよ。絶対ボール投げてほしいのに、投げていいの、渡すことができないんですよ。投げていいの、かわいいな。ボール投げていいの、ボール投げていいの、いいんだったらちょうだい。投げてほしいんじゃないの、あ、けどね、ダメなのよね、そこがね、渡せないのよね。はい、ください、じゃあください、はい、投げてあげるから置いて、投げてあげるからください。あかんこれは渡せへん。じゃあそこで、でもね、やっぱり投げてほしくてこうして持ってくるんですよ。でもね、最後の最後でね、渡せないんだよね。そこじゃ届かない。でもね、投げてほしいの。そこじゃ届かない。だからちょっと離れたところで置いてみるの。いいの？取るよじゃあ。はい、でもダメなの。取らせろ。あげられないんだよね、最後の最後でね。そんなこんなでね、こうしてね、葛藤が続くんだよね。そこ置いて、置いて投げてあげるから、置いて、投げてあげるから。え、まさかのウォン。この子ウォンって言いましたよ。かわいい。投げてほしいんじゃん。投げてほしそうじゃん。あー、ちょっと蹴っちゃったちょっと蹴っちゃうの可愛いですよね。ほらほらほら、ちょっと蹴っちゃうちょっとね、ミスっちゃうんですよね。これがね、ワンちゃんのね、うちのゆずおのね、可愛さでもありますよね。どうだ、ほら、しかもちゃんとね、ゆずおって言うとね、こっち抜くんすよ。そこがまた可愛いっすよね。でもね、ボールはくれないんですけど、まあ、こうして取れましたけどね、最終的にはね。皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後まで見てくれてありがとう。右下の赤いチャンネル登録のボタン1回だけクリックしてね。お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。